おはようございます。はい、おはようございます。始まりました。もう出ちゃってますね、あの上のプリティランクスがね。あ、本当ですね。気が早い、気が早い。はい。斉藤さん気が早いですね。相変わらずの。おはようございます。おてんばぶりですね。おてんばぶりですね。昨日ぶりですね。昨日ぶりですね。はい、どうもお疲れ様です。誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、まさか終電を逃すことになるとは思いませんでした。もうでもさ、電車、終電10分前だったじゃないですか。もう10分前。走れば間に合う。走る気なかったでしょ、あの状態で。いやー、だって横にすげえ可愛い子いたじゃないですか。可愛かったな、これ。可愛い子いた。びっくりしたよね。18歳、あ、違う違う、20歳か。20歳。何?20 歳のすげえ可愛い子が。すげえ可愛い子いたっすね。だから、これは、走って帰るのはちょっとおかしいなと思って。はい。俺、インスタ友達になっちゃう。もう今日からいいねしまくろうと思って。そうですね。びっくりする。いいね、やっぱいいねフレンドになった方がいい。いいねフレンドになった方がいいですよね。今日も、6月27日木曜日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速お酒もらいましょうか。あ、よろしくお願いします。もう6月も終わっちゃうんですね、これで。姫、さっきぶりです。あ、姫僕、さっきコンビニでやばったり会いました。僕、姫は、今日8時から、来週放送するんですけど、パチンコの乗り打ち。あ、行ったんですか?まあ乗りじゃないんですけど、2人で。乗りじゃないんですけど、お互いの財布で2万円使って勝負をするという。はいはいはい。あ、じゃあ勝敗はまだ聞けない。まず今8時から、今日夜の8時から取ってきたんですよ。はいはいはい。先ほどぶり。お疲れ様です。でもなんかさっき、志かコンビニで姫が寂しそうな顔してたんですよ。ボケーっとしてて、あ、これ絶対負けたな。そういうことだったんですね。いやいや、まだわかんないですよ。それはわかんないですけど、はい。あとでね、動画ちょっと編集して、来週にお届けしようかなと思ってる次第でございます。はいはいはい。それではね、皆さん今日も一日仕事お疲れ様でした。お疲れ様です。手元にね、グラスがある方は一緒に乾杯しましょう。はい。じゃあ、お疲れ様です、今日も。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ほんで、俺姫と10時10分ぐらいまで、ついさっきですね、そうパチンコ屋にいて、で俺知ってたんですけど、中学校の同窓会がそこでやってたんですよ。ちょうどその今日、あ、近くの居酒屋でやってたの知ってた。まあ行けないの分かってたから行かなかったんですけど、あ、同窓会よりもパチンコを取ったってことですか?パチンコというか仕事を取った。あ、そうですね。パチンコだったら行かないです。言い方がもう、言い方一つですね。ほんで、寄ってきました、今。同窓会に。10分だけ、顔出して。もうだって、これまで走ってきました。関さんの、中学校っていうともう、どえらい昔ですよね。そうですね、そうですね。もう分かんないですが、もう当然。いやいやいや、そんなに大事な、そんな大きい同窓会じゃないですね。仲いいやつらだけで集まるやつ、まあ10人ぐらいでも集まるみたいな。ああ、なるほど。あ、じゃあ大体みんな分かってて。でも3年ぶりとか5年ぶりぐらい。一人ずつはたまに会ってるけど、集まることはない。ああ、そういうのは楽しいですよね。はい。だからそこ行きたかったんですけど。仕事があった。乗り打ちがあった。乗り打ちとかパチンコがあったんでね。いや、僕もなんか、岡山なんですけど。すみません、斉藤さん、コメントが見えれないです。コメントそうなんですよね。そう。はい。こんばんは。あむっくりさん、こんばんは。ごめんなさい。あむっくり来たね。今日も。あ、レオさん、こんばんは。ちいちゃん、こんばんは。ちなみに、おとといかな。おととい。まるまる王国やったんですよ。はいはいはい。ちょっと呼び変わって。まるまる王国今誰とやってるんですか?だから生さんと、あと、オウムちゃんっていうすっとこどっこいっていうバンドのドラムの、結構有名な子なんです。レイカ様は?レイカ様はちょっと今忙しいみたいで、あ、お忙しい、お忙しい。本業の方が。本業の方がお忙しい。おろす方が。はい。なるほどね。そうですね。あ、だるまひよっこ。ありがとうございます。ありがとうございます。だるまありがとうございます。そうなんですよね。いや、結構でも、あれですね、あ、そうそうそう。で、同窓会とか、なんか、5年ぶりぐらいに1回、岡山帰った時に、たまたま、なんか同窓会チックなことやってて、まあまあ、中学校のなんか30人ぐらいバーンって。30人も。もう結構な。30人だら分かんないね。で、いやもう、言ったらちっちゃい学校なんで、大体覚えてるんですけど、呼び方だけ覚えてないんですよ。あ、呼び方難しいよね。なんか、こいつの名前は、まあ言うたらもう、ピンポイントで言うと、尾崎あずさって名前なのは覚えてるんですけど。あずちゃんって呼んでたっけ?尾崎って呼んでたっけ?尾崎さ、みたいな感じでこう、言うんですけど、えそんな呼び方してたっけみたいな。あ分かる分かる。え、俺なんて呼んでたっけみたいな。で、いや、後々考えたら、あ、俺、アーサって呼んでたっていうのは、後で分かるんですけど、呼び方がもう、すげえ違和感ばっかりで残っちゃって。小学校とさ、中学校で変わる場合があるでしょあだ名が。ああ、ありますね。はい。くんって呼ぶのってちょっとちっちゃい頃です。そうそうそう。なんとかくんって呼ぶの。くん、どっかのタイミングで外しますもんね。俺小学校で言うと、トンチくんっていうあだ名の子がいたんですけど、まあ面白い子なんですけど、中学生でグレるわけじゃないですか、当然。はい。当然は分かんないですけど、まあ、板橋ですもんね。童話中なんですけど、トンチくんグレたんで、トンチくんじゃなくなるわけじゃないですか。まあ、くんって、そうですね、なんか。トンチくんだとちょっと、ふざけてるから、ぽわっとしてる。でも、一発のヤンキーになったもんですから、もうトンチくんって呼ぶなよってなるんですよ、多分。トンチくんはやめろよ。そうだ、としのぶっていうね、名前があるんで。ちょっと濁音欲しいですもんね。そう、なるじゃないですか。ただ俺、小学校で転校してるんですよ。だから中学校1年生で転校してるんですよ。俺はトンチくんなんですよ。でも、周りはとしのぶなんですよ。あー、なるほど。そっかそっか。で、もう、関さんだけ呼び続けてるみたいな。そう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 。え、お前らどこのタイミングでトンチくんやめたのせーのあったみたいな。そうでしょ言ってみたいな。そうそうそう。ありますね、やっぱ。そういうのって、あれですかね、今で言うと、やっぱもうみんな多分 LINE グループとか作ったりするじゃないですか。ああ、なくなるかね。今の時期って。なくなるかね。いや、だから、呼び方急に変えるときは、誰かが急に、その LINE グループ上で、意を決してこう、その呼び方をして。ああ、なるほどね。っていうことですよね。その流れが残るってことですよね、多分。なるほどね。多分ですけど。多分ね。すごいな、時代が。流れがね。一回コマーシャル行きましょうか。ああ、そうですね。一回コマーシャル行きましょう。ゲストもいるんで。このトークだと俺ずっと喋れる。そうですね。俺もちょっと今、喋りたいこといっぱい出てきちゃって、俺も。コマーシャルお願いします。池袋東口を出て徒歩5分。ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK。スタジオ内見学 OK。あ、そうだ。スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。はい、どうも。どうもです。はい、ただいま。今日もあれですね。後ろが。城なんですね。はいはい。やっぱもう、城の時はね、彼です。あ、毎回その、共通のあれがあるんですね。なんと1年ぶりの登場ですかね。そうですよね。あれもう1年経つんですか、あれから。1年ぶりの登場ですね。1年ぶりですよね。そうか。1年、だからこの時期に来たんじゃないですか、だから。そういうことですね。そういうことですよね。はい。確かに。じゃあ、1年ぶりの登場です。一度、1年ぶり2回目の登場。はい。矢釜さん、どうぞ。おはようございます。おはようございます。誰が怖い。テロが来たのかと思った。隠れちゃった。大きい。あれ、はい、どうも。矢釜さん、今日は飲んで来られたんですか？今日はですね、西新宿でね、ちょっと引っ掛けてまして。ああ、なるほど。忍者、もう半ば、かぎ爪ですか？かぎ爪を。かぎ爪を引っ掛けて。かぎ爪じゃない。かぎ縄っていう。かぎ縄っていう。かぎ爪じゃないです。かぎ縄を引っ掛けてきました。じゃあ、お酒を引っ掛けてきたんですか？あ、お酒の方で。この格好で、でも飲むんですよね。お忍びですもんね。お忍びですから。こういう、目立つね。竹の筒で飲むんですよ。逆に目立つ。ブクブクなんつってね。溺れるわ。水遁の術、服部くんのイメージでね、こう、竹の筒出して、ブクブクブクってやるじゃないですか。あれ、息吸えると思うじゃないですか。あれ、シュノーケルだとこう曲がってるから、呼吸できるんだけども、竹筒だと、こう、やっぱ、水入ってきちゃって、空気漏れて。あ、そうなの？溺れる。でも、上にカエルが乗るから息ができなくなるんでしょ？いや、違うんですよ。それ、カエル乗る関係なしに、もう息できなくなるという。あ、そうなんですか。それも間違えてます。出てるじゃないですか。今度やってみな、海で。竹筒持って。ブクブク。なかなかその修行しないですからね。うわーなんですね。じゃあ、乾杯しましょう。昨日もありがとうございました。ああ、こちらこそ。ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございます。どうも。はい。あ、でも一通りやっぱやるんですね、あれ、ああいうのも。何がですか？水遁とか。まあ、うちは、やってませんけどね。やったことは、もうまだないですか、その、水遁は。水遁はないね。水遁はやんないですね。水遁に陥る危険を犯さないから。もうあれ最後でしょ？もう追われて最後に隠れるでしょそこまでのあれじゃないですから。なるほど。そうですね。まあ、今ちょうどお城がバックになってるんですね、これ。はい。はい。その、忍者の一応仕事としては、そのお城の周りに堀があるじゃないですか。堀がね。堀っていうのは水張ってて、鯉が泳いじゃったぐらいにして。で、昔その、城をあそこを攻めるって時に、忍者にその堀の中でも、どこが一番浅いか、深いかっていう。先に確かめる。そう、確かめに先に行く。ああ、なるほど。ここが浅いですよって調べたら、そこからバーッと攻める、入るっていうかね。それを調べに行くみたいな、2日3日かけて、そういう仕事もあったんです。それをセブミと言います。セブミ。セブミ。セブミと言います。偵察部隊みたいなことやるんですね。偵察部隊やる。屋根裏に隠れて、殿の首を落とすみたいな。そうそう。それはちょっと。くせ者！くせ者！言われるやつ。スバーみたいな。ピンポイントなんですよね。カニン様が受け取る先図みたいな感じになっちゃって。バシーなんつってよな、お前。俺一回見た。コントロールいいな、なんつって。俺一回見た、4コマ漫画で、忍者が上で、殿がいて、くせ者っつって、ドーンって刺すんですよ。そしたら上から元木が落っこってくるっていうオチなんですけど。いやいやいや。それ、カット目線、清原くんじゃないですか。それ超面白い。面白いでしょ。この4コマ漫画面白い。うんてるるって言うてる。元木が上からドタンって落っこってくるっていう。個人のコーチですよね、今ね。はい、そうです。なんか面白いよ。水遁美味しそう。まきびし持ってますか？ひげつながりっつって。まきびし持ってるんですか？まきびし。今日はちょっと空港で引っかかるんで持ってきてます。そっか。ああ、くだいとか手裏剣とかももちろん持ってますけども、すべて空港で引っかかるんで持ってきてませんね。あれって、めちゃくちゃ鋭利だから。もう鋭利だから。もうカッターでも引っかかるから。今ね。画鋲の方が痛そうですけどね。画鋲なんつって。現代の忍者やっぱ、規制がすごいですね、やっぱ。ああ、確かに。飛行機乗れないって。飛行機乗るっすね、でも。乗りますね、ガンガン。これでも伊賀とか行ってきました、伊賀こうが。あ、フェイスブック見ました。はい。さっきの兄ちゃん、フェイスブックやるっすね。そうでやりました。ガンガン。実名登録。ガンガン忍んでねえよ。実名登録の忍者やばくないですか？やばいね。明かしたってね。ストーリーには、くんだよ。つってね。自分の息子あげちゃったぐらいでしたね。あんたがわっくんで。試験受けてませんでした？試験受けてましたよ。あ、受かったっすか？その話する？はい、お願いします。長くなるんだからね。まあでもその前にあれですよね。一回どういう方がちゃんと説明しないと。あ、誰なんですか？そう誰やねんって話ですか？やかまさんはね、忍者です。現役の。現役の忍者。現役の忍者です。以上。以上ですよね。だから仕事が忍者。仕事が忍者なんですよね。まあもう忍者ですよね。だからってことは。はい。で、その忍者の昇格試験、上忍に上がるみたいな。上忍試験じゃないですか、わかんないですけど。そうですかね。を受けてきたということです。そうですね、試験があったんですけども、去年は、最初はまず初級からしか取れないんですね。はい。で、それは受かったんです。今じゃあ初級の免許は持ってる。持ってると。初級なんて結構、誰でも取れるんじゃないですか。そうでもないんですよ、それが。筆記さえ、筆記さえ。筆記がめっちゃ難しいんですよ。もう勉強しなきゃ絶対受かんないような。獅子丸の好きな食べ物とか。そう、この間俺中級試験それ受けたんですが、もう全然難しくて、さすがにお手上げで、もうもうショック。例えばなんですけど、なんか一個出せます？一個出してください。覚えてるやつ。問題こういうのがあった。俺答えますよ。本当ですか？難しいかな、思い出せるかな。お前そこですか？じゃあ、織田信長を、すごい近くまで、まあ、迫り寄って、鉄砲で、撃ちました。だけど、わずか、もう何センチをかすめて、その狙撃は失敗に終わりました。その狙撃をした、甲賀出身の、人物は誰か。あじゃねえわ。わかんないでしょ。難しいでしょ。服部半蔵。全然違う。それ徳川じゃん。徳川。明智だもんな。明智は甲賀を使ってる。全然わかんない。違いますね。ごめんなさい、答え。杉谷善十分。全然わかんない。初めて聞いた。全然難しいですよ。有名な忍者なんですか？有名とか。忍者界では。忍者界では有名とか。だって信長さんを近くまで鉄砲使ったんですか？有名になっちゃいけないですよね、そんなに。そうです。忍者界では。そう、忍者界は名を残すなと言われるぐらい。それぐらいこう、忍べという。ことになってますんで、はい。なんか。いや、すごいっすね。いや、大丈夫ですか？その問題絶対わかんねえな。G20。うん。で、歴史のニュースなんだ。G20、今、大阪で G20 だから、仕事あるんじゃないかって、だから。あ、職種。ああ、だからそのセキュリティを。あ、もう大人気じゃないですか。忍者がセキュリティやってたら、もう海外メディアがもう。ああ、確かに。そうだね。面白いですね。忍者セキュリティみたいな。守ってますみたいな。そうですね。テレビには映りたくないですからね。一応防弾チョッキとかも買ってるんですけど。アルソクとかちょっとそういう CM 作ればいいよね。忍者でね。はい。せっかく日本なんで。どうやったら忍者なれるんですかって。ああ、それはですね、もう本当猪木じゃないですけどね、もう、なる気があれば何でもできるですよ、本当にね。面白くない。言えばいいってこと？いや、もう今日から忍者って。いや、もう自分が、俺は忍者だ。探偵のノリスか。探偵のノリスか。って言って、まあ、どういう、まあ忍者像って言ってもいろいろあるわけですよ。例えば、ショーでアクロバティックをする人たちも忍者ですし、すごい昔の歴史の、こう、めっちゃ研究してる人。忍者研究家みたいな。忍者研究家みたいな。忍者研究家は忍者ではない。焼きま。忍者で、飯食ってる人ではいるけど、忍者研究家は忍者ではないですね。忍者研究してる人だもんね。あとはやっぱ生徒を抱えてる人ですよね。忍者先生。忍者のコーチ。そうですね、いろいろ。ああ、月謝もらってればね、もう忍者としてのプロですもんね。そうですね。なるほど。そういうふうに活躍する人もたくさんいらっしゃいますからね。なるほどね。やっぱあれですか、その他の忍者との交流とかもあるんですか？その他の忍者。はいはい、ありますあります。あるんですか？まずやっぱ SNS 上でもね、お互いフォローしてやったり。みんな実名登録してるんですか、忍者。忍者ネームで。忍者ネームで。いいね、リツイートなんですね。酔った勢いでリツイートなんですよ。仲間なんですね。夜勤なんつって。すげえ、忍者のつながり、面白い。ね、その会合とか。サスケとか余裕ですかって言われてますけど。サスケ。そういうのちょっと挑戦してくださいよ。あ、そのね。サスケね。いや、出れるなら出たいですよね。俺は。いや、申し込んだら出れますよ。申し込んだら、なんか。レッドブルの、イベントがあるの知ってます？なんか、あ、なんかありますよね。坂を越えて。なんつうんだろう、タイム測って1位だったら、なんかね、景品もらえるのか知らんけど。うん。その、札幌の大倉山ジャンプ台とかあるんですよ。そこを、そのレッドブルの競争する、なんかイベントが、は、その下からガーって上まで、下から上がっていくっていう。誰が一番先に、つくかみたいな話ですよね。みんな忍者の格好で？いや、忍者じゃないです、それは。あ、思いの。そう、それを動きやすい格好ですね。そこを俺が忍者の格好でやってみるとかね。あ、いいじゃないですか。はい。それ挑戦したいです。はい。いや、どんどんそういうのやりましょうよ。やりましょう。どんどんちょっと。なんならもう、カンボジアとかで、マラソンの日本代表とかに、いや、じゃあ、カンボジア代表で。猫ひろしか。聞いたことそういうこともできますよね、なんか。猫ひろしか。海外行って、代表として。まあ、猫でちょっと思い出したんですけど、忍者はですね、じゃあここでクイズを一つ、お二人に出して。あ、いいですか？はい。忍者はですね、昔やはり時間を確認するときに、ある動物の目を見たりしたんですね。動物の目を。太陽が出てない、曇ってる、今何時ぐらいだっていうね、正確な時間を調べるときに、ある動物の目を見ました。今なら腕時計でね。腕時計でもするんですけど、昔そうじゃないです。その動物は何でしょう？何でしょうと。朝だったら、確かにニワトリがね、コケコッコーってなくもしれませんね。あれ6時ですよね。かなり、頻繁にいる。そうだよね。そうだよ。じゃないと、確認できないから。そうでしょ？だって、身近な。時とかだったらもう、日本にないのかも。やっと時を見つけて、50年やかましい。時間測れない。どうこうじゃないですよね。袋を狼とかいろいろ。土の子とか言われて。当たりの人がいますね。はい。レオさん、猫。正解。猫の目時計っつって。瞳孔っすか？瞳孔をさ、なんかそうだ。夜、家猫飼ってる人とか。顔が違う、朝と夜で。そう、家猫飼ってる人はもうわかるんですけど、もう家の中でも夜だったらもう目パチクリーンしちゃってる猫。いや、で、なんか目キューって、なんか瞳孔キューってするんですよ。でもそれさ、夜にさ、明かりバーって当てたらさ、キューってなるからもう時間わかんなくなるんじゃない？いや、当時明かり当てるってことがろうそくの火とかしかないですから。あれじゃちょっと弱いもん。ハンバルクイナーとか結構でも参加してくれてますね皆さんね。そうです。じゃあクイズもうちょっと出して。じゃあクイズ忍者クイズいきましょう。忍者クイズいきましょう。はい。ですよね。じゃあちょっと面白い話というかまあ江戸にももちろん忍者がいました。今もいますよね。今もいます。今もいます。徳川家康が昔まあ伊賀の忍者やと甲賀の忍者を引き連れてこうまあ江戸にたどり着いたわけですけども、その時その忍者たちは東京のどの辺に住んでいたでしょうか。はいもう当たっちゃったからもうダメか。当たる？多分当たると思う。何ですか？絶対わかんない。川越。小江戸。そうか。ダメ。小江戸。東京じゃねえか。東京じゃない。東京じゃないですよ。今大江戸の話しますもんね。半蔵門。いや半蔵門はそう半蔵のね門なんで住まいはまた別ですよ。はい。じゃ忍者が要するに忍者の地元っていうかその東京でどの辺に住むかって話ね。東京で宿をどこで。やっぱその囲まれてなきゃダメだよね。なんですかその都会には住めないよね。繁華街には新宿みたいな。渋谷いやいやそれはいつの話じゃない。そうですね丸九とかね。丸九とかにはちょっとね。ちょっと目立ちすぎて目立っちゃってないもう。忍者出勤して。あれはきついよね。バレたん成人なんですね。バカ野郎。だからちょっとそう結構来てますよ八王子屋根裏水遁橋大江戸温泉村不忍の池ねあでもいや違いますね上野とかではないと思います大江戸温泉村まあちょっとねうぐいす谷湯島一部というかまあ諸説あると思うんではい。これが全てではないけども。ないですけども。やっぱ山の方主に、まあ私が、いろいろ忍者の本を見て、知った話では、まあ、区を先にヒント言いますね。港区なんですね。おー、虎の門。虎の門は門でしょ門じゃない、門じゃない。六本木。ギロッポン。ギロッポンじゃないですね。あ、でも近いです。ため池さんの。なんか、画数多いっすね。画数多い。画数少ないとかいうヒントもらってないよ。多かった、いけなかった。赤坂。五反田。赤坂近いね。赤坂近い。八王子じゃない。六本木ヒルズ。城に仕えてたわけなので、江戸城に要は仕えてたわけですから、やっぱその近く。すぐ行かないとダメですね。そうです。すぐ近くですね。はい。まだ正解来てませんね。新橋。お茶の水でもないですね。新橋、五反田でもない。乃木坂、赤坂見附。乃木坂近いね。あの辺ほとんど出てないですよ。国会議事堂とか、もうなんか、あれのこれ何メトロの話してるから。大体ムックにやってくるから、旧赤坂プリンスは違う赤坂プリンス違います。違う。赤坂と聞いても光源氏しか出てこないですね。シャブで捕まったやつでしょ。知らないですけど。違いますね。なんか、だんだん丸の内線見たくなってきてる。駅名言ってるだけ。駅名の丸の内線の。楽だとか。あと港区まで行かないから全然わかんないよ。わかんねえな。何があるの港区って何？新橋じゃないです。あ、まだ出てこない。正解言いますね、じゃあね。実は青山と言われてます。なんでですか？そうです。青山。あの周辺。あと、神宮前ですね、原宿。土地超高いじゃないですか。はい。なんか理由があんなところに住んでるんですよ。家賃高すぎるでしょ、まあ、今はね。まあ、皆さんもですね、ご存知だと思うんですけども、原宿には裏原っつってさ、ありますね。裏路地がこう、うねうねしちゃったりして、細い路地がこうあったりしますよね。まあ、それは忍者的にもこう、なんつうんですかね、都合がいい。当時からあの道なんですかあそこ。そうでしょ変わってないですか？変わってないよ。だから建物だけがね、あれだから道っていうのは、もともとやっぱり、その、ね、あったものに道路を張って、コンクリートジャングル、バカ野郎って世界なんですからね。そういうことです。あ、そうなんだ。忍者ビンビン物語ですか？でもなんかあれですね、その入り組んだとこであれば、別に青山じゃなくてもよかったということではあるんです。板橋の前の町の方とかも。だいぶ入り組んでる。ちょっとわかんないですね。十条。ピンとこないとこ。東十条入り組んでるよね。東十条入り組んでる。忍者にはおすすめですよ。おすすめ。住むには。そうや。で、家賃大体どんぐらいなもんか。結構安め。青山とかなんか比べ物にならない。いやもう全然3分の1ぐらい。一軒家3000万ぐらいで買えるじゃないですか。じゃあ、ちょっともう一個、じゃあ、面白い話。まだくれんのいいですか？はい。いいですよ。お時間大丈夫ですか？いいですよ。はい。まだセコちゃん、セコちゃん出ないって言ってるからいいよ。セコちゃんが出ないって言うからもう。なんて。わかんない。はい。じゃあ、もう一個、クイズを出しますね。はい。今日ですね。はい。金ちゃんって新宿の、中華料理屋行ってるんですね。そこにですね、まあ、行きつけでよく来ているお客さんがいらっしゃったんですね。で、その人はめっちゃなんか忍者に詳しくて、もう、いや、ほんと、こういう飯、バンバン出しますけども、伊賀の南部に名張っていう土地があるんですけども、そこに10ヶ月住んでたと。もう好きすぎて。いや、好きじゃなくて、仕事の都合で。忍者の仕事の都合で？いや、忍者の仕事関係ない。関係なくて。関係ないです。仕事の都合で、その忍者のその聖地伊賀に行かれたと言ってて、その時のすごい話。さっきしてきててめっちゃ詳しいんだわ。あっち住んでたらもう言ったら友達になる人が「あ、実はうち忍者でさ」とかがあるってことですか？詳しくなっちゃう。いや、うちの実家忍者だから、独特な焼酎とか出されそうだよね。なんか代々伝わる。急にちょっとピンポンってやったら上からシャーってこう縄で降りてきたりとか、友達が急に。そういうことがあるってことなのかな。詳しくなるってことは。いや、もうそうだね。ですよね、なんか。もう詳しくなるから、そこに、桃地三太夫っていう。ああ、有名な。知ってる？知ってます。桃地三太夫はむちゃくちゃ有名。桃地三太夫っていう、伊賀の上人だ。それはあれですね。上人の一人と言われてる方ですね。その人の聖火っていうのがありまして。家が。これ2年ぐらい前なんですけど、まさかのそこに、もう突撃お邪魔しますじゃないけど、行ったんですよ、俺。いきなりね、ピンポンね。そう、ピンポン、いきなりピンポンみたいな感じで。もう、いきなり手裏剣が飛んできてもおかしくないと思う。おかしくないぐらいの、もう結構、レンタカーで動いてたんですけど、もう山の奥へ奥へ行って。これインフラあんのかっていうぐらいの。インフラ。忍者はインフラない方がいい。そうですね。そう、でもインフラあったけど。インフラあった、インフラあった。あったんですよ。そこをね、聖火に、まさかの行って、で、ね、ちょっとなかなか、すぐ、ドカドカ行けなかったんだけども、まあ、向こうから気づいてくれて、何ですかと、何ですかと。まあ、取材とかは一切もう、うちはお断りしてると。この格好で？いや、この格好じゃないですね。普通の格好で。紛れて。逆に紛れました。そんな感じで忍者で、ね、話できないですから。で、話聞いたら、まあ話して、その、まあね、桃地さんが、その子孫ですよね、方が出てきて、で、63歳ぐらいでしたかな。で、もう、家の前がやっぱ畑とかになっててさ。どのくらい、立ってるんですか、桃地さんがいた時代から。いや、もう、だから戦国時代からあるってことは、何代なんだろう。もう、相当の年数ってことですよ。ひいじいちゃんとかの話ではないですか。いや、もっと、そう。ひいじゃ追いつかない。ひいじゃ追いつかないぐらいですか。雑司がやと入ってきる。そうそう。ね、まあいいですね。今日使って短いね。そう、だから、まあ、お会いできて、ちょっとリアルな話を聞きましたというところが、すごい、忍者の経験ですね、私の経験談としては。経験値として、はい。でも問題は、なんか、問題を出すという話だったんですか？あ、問題ね。それでは問題です。でるる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 、なんだっけね。それなんですか？今のなんですか？思いつかない。全部突っ込まないよ。全部突っ込むとしたらもう話終わんなくなる。ああ、そうなの。突っ込みたいこといっぱいあるんだから。そうなんですよ。誰の我慢してたっつって。はい、姫可愛いだって。俺いないやん。そう、姫可愛いですよ。この番組姫で持ってるんですよ。いいっすね、このお城番組。問題もらっていいですか、じゃあ。はい。忍者問題。はい。じゃあですね、皆さんに問題です。これ、何人ぐらいちなみに今見ていらっしゃるんでしょうか？わかんないです。わかんないですね。はい。後でわかるんですけどね。はい。ですね、忍者の忍という漢字がありますけども、忍びですね。はい。まあいろんなまあ意味でも使われますけども、まあね、ちょっとなんかお忍びでとかもね、なんかちょっと卑猥な感じになりますし、忍耐の忍、耐える忍、あと残忍の忍、最近結構残念なニュースが多いですけども、残念だっつって、そうですね。でもそういういろんなのいいんですけども、答えをどんどんもうおたけしのぶ外れ、坂上忍、坂上忍当たりなんつって、そうですね。刃、刃の下に心と、忍びというじゃ刃の下に心、その自分の心にまあ常に刃がこう向いてる状態だということですね。自分の心がこう揺らぐとその刃が突き刺さるという精神で。答え言っちゃいました。そうです。答え言っちゃったんですか。答え言っちゃったんですか。それがまあその忍び。なんですが、成増駅前の焼肉ライスがとてもうまいあの蕎麦屋の名前は何ですか。はい。忍者。違いますね、違います。ちょっと待って、蕎麦屋の名前ですか。蕎麦屋の名前。どこの？成増駅前の。成増の駅前。焼肉ライスがうまい。うまいところだって。松屋？いや、松屋じゃないですね。忍ぶ。そういうことだよね。だからいやいや。忍者ってことですよね。忍者つながり。確かに。モスバーガー。確かに中華屋でさっきすげえ詳しいおっさんがいた話、どっか行きましたね。あ。忘れてたもん。すいません、やかまさんにビールを忘れてた。そうですね、そろそろ。はい。店の名前ってこんな感じでいいんですか？ぐだぐだ言ってますけど。こういう番組ですか？はい、そういう番組です。なるほどなるほど。ドンテ結構クイズクソ忍者。クソ忍者か。何ですかその忍び？普通にあれですよ。店の名前？普通、服部、牛角。服部とか。違います、違います。獅子丸。獅子丸。言いたいだけでしょ、獅子丸。それ、忍者と本当関係ありますその。それが不安になってきた。その店の名前。関係ないですね。関係ないですか？正解は。急に、姫。暗くなった。びっくりした。急に、まあ、ハッピーバースデーでもなんかやるのかな。そうだね。忍者の技かなと思って。そう。じゃあ関係ない忍者とは関係なく、お店の名前を当ててほしかったなというお話ですか今。そうですね。どんてどんて正解。本当に？はい、どんて正解。やっぱムックに当ててくるのすげえな。すごい。絶対なりますね。駅前の Google マップかなんか見た。すごいな。豊丸って言ってる、それ AV の人や。どんてニンニンクラブが好きなんですか？忍者関係なくないですか？ちょっと行きたいですね。忍者関係ないです。はい。俺は忍者関係ないですね。開き直った。どんて正解。悪っ。この忍者悪いじゃないですか。マジで。すげえな。まあね。立ち食いそば屋なんですかどんてって。立ち食いそば屋ね。そこの春菊県と焼肉ライスが最高。美味しいですね。なるほど。という話。そうですね。忍者関係ないんだね。忍者は関係ない。だから逆に、忍者に関しての質問あれば。忍者はでもめちゃめちゃ気になることいっぱいありますよね。いっぱいありますか。忍者服部君の獅子丸が好きな食べ物はちくわ。焼き。今全然違うこと言おうとしてる。焼きって言ってました。甲賀の敵は名前なんて。忍者クイズないんですか？星ガリータがいるよ。だから、忍者服部君のライバル。煙巻煙蔵。そう、正解です。もうこれぐらいしか。いや、これが試験に出ますから、今の。出ます。忍者の。今の試験に出ます。噂の猿飛びって漫画してる。いや、もう。さすがの猿飛び。さすがの猿飛びサスケのやつですよね。そう。猿飛びサスケ。違う。さっきもね、中華屋で言ったんだけどね、猿飛びサスケは架空の人物だっつってね。そうなんですか？そうです。架空の人物です。いや、その中華屋の話をちょっと聞きたいんですよ、僕。そいつサスケなんじゃないですか。なるほど。そうやって架空の人物だって言っといて、実は本人がだって架空の人物になりたいわけでしょ。猿飛サスケでした的な。忍者って架空の人物になりたいわけでしょ。だって猿飛サスケのせいだって言われたら嫌じゃん。もうバレてるじゃん。そうですね。そんなやついないんだよって言いながら、だからすごいことじゃないですか。猿飛サスケ架空だよって言われてるってことは本当はいたかもしれないんだけど架空って思われてるんだもん。一流の忍者ですよね。すごい。いろんなちょっとうん、皆さんなんか質問あればお答えしますんで、忍者の、ね、気軽に、はい、はい、お問い合わせください。まず初心者向けの忍術を教えてください。はい。僕らでもできるような忍術あるんです。はい、できます。それは、はい、話術ですね。あ、術、あ、術、話術、はい、はい。もうすでにお二人、お二方使ってます。話術。ところどころ、もう日々、日々、随所に、うん。使ってますよ、話術は。話術、はい。はいはいはい。誰でも、はい、できます。はい。忍者に、あれ、こいつ、もしかしたら忍者かもって思わせる。あ、初対面で忍者と会った時に、あれ、お前もしかして、例えばなんとかでござるってたまに最後に言ったりとか、そういうなんかワードとかないですか？ござる。ござるじゃないけども。いやー、それちょっと難しいですね。まあでも、忍とか言う。それっぽい、そうですね、それっぽい時、なんつうんですかね。影分身じゃなくてね、髭分身なんですね。ブブブブブブブ。髭分身。これ危ないパターンですね。ありがとうございます。はいはいはいね。危なかった危なかった。走るとき、こうやってやるみたいな。ああ、そうそう。こいつ忍者かな。こうだね。急にこう走るとき、急にこうやって。あれあいつ忍者。徒競走でこれ。あいつ忍者じゃねえって思われる。徒競走で、1について、よーいってやったら、もう忍者じゃない。なるね、絶対。あれ、でも、1について、よーいってなると思う。これ、理由あるんじゃねえ。だって、腕振った方が絶対早いじゃん。そのイメージやから。そのイメージじゃ。忍者ってこう走るんでしょって。はいはい。来てます、来てます。あ、来てるね。忍者って本当に天井裏に潜んだりするんですか？あー、いい質問。どうでしょう？忍者って天井裏に潜んだりするか。ああ、そうですね。だからその昔の屋敷の構造としては。今はね、配線すごいもんね。そう、配線すごいし、どれが電話線だかね、どれが電気の線だか、わかりませんけどもね。その当時はそういうことです。そういうことですけども、まあ当時は、もうもちろん、まあ天井裏みたいなね、こう、人が入れるスペースができる、その建物の作り方、だったり。その、縁側とかあるじゃないですか、縁側とかね。やっぱ、浮いてるところで、下が隙間ができるというかね、そういうところをこう。くのいちがあの技を使う。何歳ぐらいですか？あの技を習うのは何歳ぐらいですか？ちょっと、まあ、くのい、あの技って、ちょっとなんか、下ネタかっつってね。あの技ね。まあ、求人に使えると。敵の城にわざと、私は、どこどこの女ならではの。しないですね。しないしない、もちろん。本当は忍者だけどね。一般人のふりをして、そのね、まあ、求人に使えます。で、その城に入ります。で、チャンスが来たら、自分とこの、草をやるか、自分とこの仲間をこう、呼び寄せて、入れてあげるみたいな。なるほどね。ぐらい。それが女の方が強いですね。くのいちの強い。昔氷の美少って映画で、もうオープニング早々に、その、騎乗位みたいな状態で、アイスピックで、失楽園か。やりますね。やる。あのイメージだったんですかね、くのいちの。そうですね。攻撃は。攻撃はね。なんとなく。キスしながら、キュッてやるみたいな。ああいうイメージ。M か。M か。ちょっと一回コマーシャル行きましょう。一回コマーシャル行きましょう。姫クイズもあるんでね。姫クイズもあるんで。うん。すごいです。サンタクロースが前に少ないですか。コマーシャル行きましょう。新宿、渋谷、池袋、月刊満足。吉原、五反田、うぐいす谷、月刊満足。新橋、上野、錦糸町、月刊満足。横浜、川崎、千葉、埼玉、月刊満足。安心安全気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売。お求めはお近くの書店コンビニで。はい、ただいまです。そしたらですね、毎回恒例なんですけど、姫クイズといって姫がジェスチャーで何かを表しますので、それを当てるクイズですね。やりましょうか。いいですか？いいですよ。いいですか？ちょっとね、場所開けないと。じゃあ、こっち側に行きましょうか。こうですか？じゃあ、こう使いましょうか。じゃあ、独断クイズ、正解は姫だ。よろしくお願いします。姫が何かを当てたら、番組オリジナルステッカー、やかまさんのサイン入りで。はい、プレゼントします。やかまサインで。やかまサイン、はい、新聞の術使ってください。新聞の術ってあれかな、なんですか、もう痛風、神風、痛風ってことじゃないですか。行きましょう。じゃあ姫よろしくお願いします、はい、よーいスタート。あれなんか待ってるな、これ待ってる、ね、待ってますね、誰か待ってる、うん、待ってる、うん、入りそうで入らない、はいはい、あ、ピンポン、 ATM からお金下ろしたんじゃないかな、入ってねえじゃんみたいな。あ、そういうことですか。ドープでしょ、なんかストーリーが。ストーリーがドープだよね。レッドブル待ち合わせ。レッドブル、青山で出た。あ、今日の話のあれね、青山って書いてたもん。好きです、忍者探し。忍者、土の子みたいに言うな、忍者探し。万引き、思い悩む、ラブレター。あ、時間待ってる。待ち合わせじゃないですか、待ち合わせ。原宿、原宿、何か私もくれんのこれで原宿を走った原宿をくくる、あまだ続く猫、あ、どこ行った渋谷で5時、あれ1個時計あ、ポッケからなんか出して、え、エレベーターを押して、エレベーター、うん、上がり下がり激しいエレベーターっつって、おお、この動きは、あ、これは、あ、下からコインを取ってジャラジャラ、あ、スロットやっとるやん、宗教に入りませんかの感じ、これ絶対スロットや、これスロットや、出会い系、いいですか、じゃあ偵察、スロット、あ、スロ、販売機。機種は、機種は。スロット近いよね。ハーです。やがましいわ。スロが近い。スロットが近い。大当たり。惜しい。もうちょい。泣いた。負け。うんパ。なにもう、スロットでしょ、スロット近くて。多分。パチンコって入れたんでしょうけど、チンコが多分 NG バーが失っちゃったんですよ。ああ、なるほど。パチンコ確定、そういうの確変。キャッシュに行った後にスロット打ちに行った。クラッシングに行った後にバジリスク。いや、機種の話。忍者だけに。忍者だからバジリスク当たりじゃないですか。違う。メダルゲーム、タピオカ、ゲーセン。もう離れてきたね。あ、もう機嫌悪くなってきちゃった。目押し。もうこれ以上ないよってなってますもんね。だって大当たりが近かったんだよ。スロットと大当たりが近い。ボタン。だからもう、それいこう。おボタンの逆みたいな。目押しの逆。ポーカー。カーポ。違う。反対に読んだ今。逆ってやるんで。正解はありましたか？まだ。お金。名古屋。違う。むずい。上限、儲け、天井、フィーバー、天井、フィーバー近い、天井が近い、ああだだ、ガチャガチャ、上限が近い、逆だっつってる、なんか、何の逆なんだ、当たり、外れ惜しい、見てなかった、負けた、天井近いんじゃないですか、天井が。外れが近い。見てなかったが近い。負けたが。ちょい近い。大負け。スロットで。つまり、つなげるとってこと？ああ、なるほど。スロットで、大損。両替機。ミヤゾン。大損から来てる。ゾンビ、ウォーキングデッド。さっきのね、さっきのボロ負け、すった。さっきのつなげてないんじゃない？ね、スロットと。それを縮めると、一言で言うと。ってことですね。お金すった。ボロ負け。じゃあ正解そろそろお願いしましょうか。いや、もうこれ当てるまでいく。スロットで無人君。チョコ。設定使いすぎた。無駄遣い。スロット、ギュッ。投資。あれこれ、今回なかなかあれですね。飲まれた。そう、ギュッとはね。キュッとするね。惨敗。つまりみたいなことね。スロットで、ってことでしょ？じゃあ当てましょう。ルカ当ててください。スロットで負けたってことでしょ？そういうことだよね。そう。でもずっと言ってるじゃんね、俺ね。いや、つまりって。スロットでお金なくなったってことね。そう。正解。そういうことですよね。一問なし。ルイ君正解ですかね。僕の正解なんですか？Q さん正解ですね。Q さん正解ですね。はい。Q さん正解ですね。なるほど。つまり今日姫は負けたのかな？負けたんだろうね。多分今日じゃあ第2問いきましょう。もう第2問いきましょう。熱いな。今の考えてるタイプじゃないですか。ちょっと書き分けて。ああ、丸の内線かな。あ、すみません、すみません。丸の線。折ります。あ、打ってる。打ってる。ガリガリ。熱い。打つ。はい、すみません。夏風邪。すみません。最近走らないね。タピオカ。ガリガリ君、おこ、アイドル。満員電車。打ってる。なんかたまに打つ。この人。何？たまに打つ。狙い撃ち。それね。水族館。ジャックバウアー。サバゲー。ジャックバウアー。難しくない？忍者ではないと思うな。サバゲー。発砲事件。バイオハザード。まだ力出てない。なんか歌ってるんじゃない？力出てない。電車に乗って監禁。打ったり歌ったりってなかなか忙しい人だね。情緒が忙しいんだね。情緒が F。ああ、確かに。織田信長。ちいちゃんが何て入れたのか気になる。あれ車降りるよ絶対。あとで蔵のなんか、あとふすま、監禁、織田信長、暗い、暗殺近い、暗殺。あー、分かった。クリント・イーストウッド。分かってしまった。白。俺分かってしまった。山本リンダ、狙い撃ち。なるほど。はい SS1 がある。551。ここ1。あー、これが分かんないな。姫君、スナイパー、闇討ち、なんとかや、星や、殺し屋。これ難しいね。書き分けて。これ難しいね。屋根裏。たまにハグするの？なんだろう今の。闇営業。大統領。ジャックバウアーが一番近かったじゃん。大統領ね。演説してたのね。なるほどね。ああ、ボディーガード。なるほどね。書きかけて、あ、大統領取りますみたいなね。まさかのジャックバウアーが一番近かったっていうね。というわけで今日誰だ大統領？ちいちゃんとその前にりょうさんと、いやちいちゃんでしょ。あれ？大統領は。ああ、そっか、上が。下が新しい大統領が、そう。そうか、ボディーガードで大統領。Q さんに、やかまのサイン付きオリジナルステッカー差し上げます。よろしく。ありがとうございました。姫クイズでした。正解は姫。あ、正解は姫。ありがとうございました。すごいっすね。ありがとうございました。すごい。これで10分ぐらい尺が稼げたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の問題難しかった。難しいね。でもなんか待ってる人がいる感じですよね、このコメントが。これそうです。大人気コーナーなんで。すごい。大統領。問題出した時に大統領でって言ったら。大統領。スルーしましょう。今が大統領って誰って。まあ、わかんないよね。あれでしょ、大統領。今だったらトランプでしょ。そういうことになるんですよね。暗殺じゃなかったら大統領だな。演説分かって暗殺じゃなかったら大統領だったんだ。あ、なるほどね。なるほどね。大統領知らんの知ってますよ、知ってますよ。知ってるよね。大統領ぐらい知ってますよね。G20 ね。ああ、なるほどね。今、ちょうどあれですから。なるほどね。G20 シーズンですから。すごいな、あれも。一旦コマーシャル行きましょうか。もう一回コマーシャル行きましょう。そうですね。一旦コマーシャル、もう一回コマーシャル行きましょう。はい、お願いします。全ての人に最適な選択と言ってくれる会社を目指して集まれジョブパー。はい、お疲れ様です。ルイ君がちょっとこっちもうちょっとこっちですね。ルイ君がちょっと端っこすぎますね。あ、そうですね。今ちょっとね、微妙にそこ開けたのが、はい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 。いや、まあでもそうですね。八神さん、北海道から今日はね来ていただいたんですよね。ありがとうございます。いや、こちらこそいつもね呼んでいただきましてありがとうございます。はい、あれですか、はい、飛行機に乗るときとかその格好は、この格好したらもうね、別室連れてかれちゃいますね。やっぱりそうですかね。別室になっちゃいますね。やっぱダメなんですね。やっぱこんなだってもうこんなマスクしてね、QR コード P なんて言ってる場合じゃないんでね。そうかそうかそうか。モバイルスイカとてもスムーズになってる場合じゃないんだよっつってね。そうなりますよね。この、まあ、なんていうんですか、衣装っていうか仕事着っていうか、はい、これは何種類ぐらいあるんですか、そのパターン的に。まあそんなにないですよ。もう大体2つか3つぐらいしかないです。ごめんなさい、その、はい、なんていうんですかね、その白色だから。青色だからこうかとか、そういうの、そういうこと、なんかその。あ、色とか関係ないです。それ関係ないです。色とかでどうこう。所属、事務所に所属みたいな、事務所に。その。吉本所属とか。所属みたいな、こうが所属、以外所属とかあるじゃないですか。まあ、そういう、そんな。どっちなんですか、ちなみに、所属は。いや、どことかじゃないですね。私はもう本当北海道でやってますから。フリーランス。はい。忍者のフリーランス。フリーランスってあるんですか、忍者。フリーランスです。だから、仕事が来れば受けようよっていう。まあそうですね。過去の歴史を振り返ってみても、まあ忍者というのはですね、いろいろもう日本全国どこにでも、まあ昔、ね、忍者のような動きをした人がいたんじゃないかと言われております。どこにでもいると。例えば青森の方でも、早道のものと呼ばれていたりね、そういう忍者がいたと。足が速かったとかっていうこと。はい、早道だけに、やかましい、浅はかが。そういうことないですか。フォアするぞ。もうそうじゃないですね。だからそういう地方によって呼び名が変わったり。ああ、なるほどね。はい。ね。去年北海道の忍者イベント、忍者不足で、東京から忍者発見してもらったとかニュースになった。ちょっと待って、そんな人の忍者って、そもそも。北海道に少ないんじゃないですか。いまだに、いや、北海道でこの格好で寒いでしょ、だって。寒いでしょ。いや、そうなんですけど、忍者をなりわいとしてる人たちって、そんなに、日本全国にいるんですか。まあ、掘れば掘るほどじゃないですけど、やっぱりいますよね。はい。他は需要があるわけですよ、忍者というのが。まあ、そうですよね。世界的に見ても、自分ら日本人の人がまあ想像している以上に需要がある。需要というまあ言い方やらしいですね。需要があると言ったら。やらしいですけど。要は忍者を好きな人が多いですよね。そうですよね。見たい。世界的に見て。はい。まあそれは漫画のね、忍者の漫画のナルトであったり、あとはまあ過去に世に出てきたいろんな映画や忍者の作品ですよね。いろいろこれからそういうのはまあ今もうネットもこういう時代ですから、どういう形でこう海外の人にもさ、その忍者ってこうだみたいなねのが伝わってるのか分かんないぐらいな感じで、子供もやっぱり好きな子が多いですよ。日本人ももちろんみんな好きで、そうだからね、そういう体験北海道忍者道というところで今、そうむくりまさにそういうその観光の忍者の施設で、そうですね、棟梁をやってるんですね。そうです、頭忍者やってます。やかまと言います。まあちょっと一応まあ、せっかくなんで。料金体験。料金体験。説明します。はい。そうですね。北海道に来たら、まずなんて検索したらいいんですか？まあ、忍者体験、北海道忍者、札幌忍者、やかまっていれば。でも、いいです。はい。お、言葉がかっこいい。強そう。ニン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 。はい。まあ、そうですね。北海道忍者とで検索したら出てきます。で、私たちが運営している、その、形というのがですね、まずまあまあちょっと偏僻な場所にあるもんですから。はいはいはい。まあまあ場所使いますからね。そう、場所がね。そんな都会であればだし、そんな目立つとこにあってもダメですからね。そうそうそう。そんな歌舞伎町とかにあったらね。そうそうそう。ちょっとまあ離れた場所にあるもんで、札幌のまあシンボルであります、テレビと大通公園の一番まあ、先端。時計台じゃなく、時計台も近いんだけど、時計台のすぐまた、ちょっと行ったら、大通公園がバーって、こう、西にずっと広がってるわけですよ。細長い公園が。はい。で、そこの。札幌雪まつりやるとこだ。それで、そうです。それ毎年2月にやってるんですけど、まあそこにテレビ塔っていうのが立ってるんで、そこのテレビ塔に集合してくださいと。で、我々が、こう、迎えに行って、そこまで送迎します。で、車で10分ぐらいです。で、まあ、10分経って着いて、まあ、忍者の衣装に着替えまして。目隠しとかで行くんですか？いや、最初ね、VR やってたんですよ。VR を見ながら、車で移動しますってやってたんだけども、ちょっとね、思いのほか車用意する人が出てきちゃって。ああ、そうか。忍者修行前になんかもう、気持ち悪い。うっぷみたいになっちゃって。俺しら準備は良いかなんて言ってんだけど、バカ野郎。さっきの VR で。そうそうそう、さっきの VR でやられてますって。まあ修行積んでないから。修行積んでないから。言ってきたやつはいなかったけど、言ってきたやつはいなかったけど、もうそんな勢いだったよね。車用は大丈夫ですかなんて聞いたりしてね。で、今行くじゃないですか。で、着いたら何が起こるんですか？まず、まあ、かっこいいオープニングムービーをね、見ていただいて。で、そこからじゃあ、修行をじゃあ始めますと。で、やっぱ、畳の和室になってますから、最初は礼から始めますね。なるほど。まあまあ、そうでしょうね。道場に礼と。道場に礼して、お互いに礼。2回礼してるんですね。むっくりしなくて。まあそういう機会も、海外の人もあんまり。まあそうですね。お辞儀する。お辞儀するっていうか、土下座ですよ、要は。ね。どうも、すいませんでしたみたいな感じのね。見たことある。見たことある。まあそれぐらいの格好なんですけど、それでやって、まあ、忍者の座学っていうか、ちょっとね、大食い飯の遊び方で、それはちょっと出せません。ここではできません。特報王国か、つってね。ここではできません。なるんで、そう。で、まあ、いろいろやってって、どんでん返しで一応、からくり仕掛けもあったりするんで、それを体験してもらったり。そういう屋敷の中にも、そういうセットを。壁でぐるって回るのやりたい。そうそう。あれやりたい、あれやりたい。それあります、あります。はい。むしろね、来てくださいよ、本当に。行きたいです。たまには出張の。全然行きたいです。木曜日の出張、北海道バージョン。出張でやった方がいいんじゃないですか。忍者経験してみたみたいな。うん。ね、うち来てもらって、それをその模様を。やってもらうでもいいと思う。ムックリンがもうめちゃめちゃ宣伝してる。集合していただき、テレビ塔より道場まで。お、すごい。住所。専用車で。住所まで。そうです、そうです。本当そうです。ありがとうございます。はい。で、まあ、手裏剣投げて、吹き矢投げて、あと、刀の抜刀、納刀の作法をやるんですけど。真剣ですか？いやいや、妄想刀です。偽物だけど。あれ切りたい、俺あれ切りたい。またわら切りたいですね。わら切るのはちょっとやる。あれで免許いりますよね、あんなの。そう、扱う。誰でも持てませんね。日本刀は。うん。そうなるんで。それやりつつ、あとちょっとアクロバティックなものがあったり、城壁登り、綱渡りつって。なんかこういう。ロッククライマーですね、ロッククライマー。もうなんなら宣伝動画今、流したいけど、そういうのできますか？急には多分、斉藤さんが用意してくれてるんであれば。じゃあちょっとあれですね。してないよね。何で検索したら出てくるのかだけでも。札幌忍者、北海道忍者、忍者体験、いろいろ検索したら、結構上の方に出てきますね、実は。札幌忍者。他にもあるんですか？ちなみにその北海道の中ではもう忍者といえばもう、矢釜さんのところだけってことですか？まあ、僕らのようなスタイルでやってるのは、宇宙だけですね。あとはその忍者ショーがこうしっかりばっちりやってる。忍者ショーとか。立ち台村とか。そういうのあるんですか？立ち台村とかは、もうそういうの、忍者ショーばっちりやってますから。じゃあ、ライバル忍者は結構いるんですね。札幌忍者体験屋敷。はい。ね。じゃらんから抜粋。あ、もう結果が出てると。すごいですね、この検索。星5の満点。検索してますね。だってなんか結構テレビ出てますよね、あれ。ニュースでも出てましたよね、ニュースみたいなね。朝の。朝だっけ？朝も、夕方も。夕方も出てましたし。で、つい、実は今年の2月22日、2月22日って222忍者の日なんですよ。はい。これは日本でも、忍者の日っていう。制定されてるんですよ。制定されてる。アヤマンジャパンの日じゃないですか。じゃないです。違うんですか？違うんですか？そう。そこに主催が、忍者の日だからって。来たんですね。来たんですよ。NHK ですよ。NHK、すごい、すごい。天下の。NHK ですよ。ね。そこ来て、まあ、普通に体験の取材入って、で、自分の、なんですかね、まあ一応、説明するじゃないですか、今みたく、こういう感じで楽しい、海外の人も多いよ、つって。で、夜、まあ、応援になりますって、見たっけ ?NHK、全国版の NHK で流れたのよ、一瞬。はい。すごいすごい。で、俺、やかまって名前は出なかったの、さすがに。うん。なんての出たと思います？プリティランクス。プリティランクスじゃねえよ。それこそ売名行為なんです。やかますら出ない。だから、もう、忍者体験施設担当者。担当者はちょっと。担当者でしたね、担当者。なるほど。あ、やかまはそこ出なかったっすね。列。会みたいなやつあるじゃないですか。なんか、やってください。臨票当社みたいなやつ。臨票当社会人列大全せいすごい。ちょっと待ってください。なんか、俺、なんか見たのこんなんですよ。なんか、こんなんあるじゃないですか。ありますよ。こういうの。できるんですか？臨票当社さっき適当にやったんだね、じゃあ。ジムレッツザイゼン。おーすげえ。それが見たかったよね。それが見たかった。それやられても。適当だったよ、俺な。できる。俺もできるってなっちゃった。これこれも説明するんですよ、いちいち。はい。リンはどっこいんです。テオは大混合リンです。とこ、一つ一つ。あ、全部意味がある。リンの名前があるんですね。それを一応説明してて。ああ、ちょっと反響いいですね。私もやりたい。いや、やっぱり、先にやってればいい。最初にやってるから、忍者らしさがちょっと。忍者らしさゼロなんですよ、最初から。やかましいわ。歌舞伎町で引っ掛けてきたっていう滑り出しで来るから、みんながコスプレの人かなって。本当に忍者かなって思ってたもんね、やっぱね。そうですよね。最初にそれはよかったね。やれよかった、やれよかった。じゃあちょっと手裏剣でもシュッて出したいとこだけども、それ空港で引っ掛かるから。まあ確かに、サイマンさんも多分怒ると思うんだよ。危ない。ここで手裏剣やったら、機材壊れるからね。スタジオで引っかかっちゃって。そうっすね。陰結び。陰結びですね、あれ。なんか、だからちょっと手軽にできるの他にもないんですか？なんかその、こう、忍者っぽいこと。忍者っぽいこと。あ、じゃあ、これみたいな。まあ、今、まあ、自分たちが、お伝えしてる形で、本当に、道場でやってる説明、今、ちょっと特別にいいですか？両手、簡単です。両手にくっつけたビースを作ってください。はい。これ、右手が、刀です。右が刀。はい。右が刀。はい。左手は鞘を表します。鞘。なるほどね。はい。で、鞘というのは基本的に左腰で収めるものです。左手は左腰に、やっていただきます。左腰。はい。これ番組見てる人もね、ぜひご一緒に。ぜひ一緒に。はい。ご一緒にやっていただきたいなんですね。はい。で、右の刀を、左の鞘に下からザクッと刺します。ザクッと刺します。はい。刺します。はい。はい。こう。ああ、こういうことですね。そうそう。刺しました。こういうことですよ。こういうこと。逆です。関さん、下から。こうやって、ここに入れるんですね。なるほどね。はい。こう刺します。はい。で、2本指キープしたもの。はい。はい。それを自分の前に持ってみてください。なるほど。おー！はい。これがそうなんですか？そうです。これが、チョリースじゃねえよ、バカ野郎。はい。これなんていう？これがチョリースです。これチョリース。チョリースやかましい。そうです。これがですね、まあ、党員ポーズと言います。党員ポーズ。はい。これはもうかの有名な、服部半蔵とか、もうみんなこれやってきた。アヤマンジャパンも。アヤマンジャパンも。かの有名な。そうですね。で、あとはまあ、いろいろ忍者リバンマンのね。忍者リバン、キャリーパンペン。キャリーパンペンもやったかもしれんけども、でも、よく見るとみんな指がね、こんなだったり、こんなだったり、まあ、ここ、官庁みたくなっちゃったりね。そう、いろいろ、やってあるし、ここっていうね、そう、実際、どれが正解なのかって話じゃないですか。これが正解なんですね。と、私は教わりましたけど、右が上という説も、まあ、あったりするんです。なるほど。左利きだったんじゃないですか、その人。でも基本的には、刀印ポーズというのは、刀の印という印なので、左腰から刀を刺してこう。はい。で、戦勝の、まあ、ご利益がある。じゃあ、結ぶときは、一旦こっちから行くんですか？そうだね。こう、こうやって、そうそう、やるのが、わかんなくなったら、まあ、こう、慣れてきたらこうでもいいけども、わかんなくなったら、こうか。これいきなりこうできますよ。で、これはできる。いきなりできんならいいですけど。あ、いいっすか？そう。これがいきなり来るのが、だいたい右がみんな上、そう、一本だ、ほら、一本だと思ったらとか、五郎丸とか思ってたっつね。あ、五郎はこう、こういうことですね。ラグビー W 杯か。そうそう、なんかね、すごい形ありますけども。すごい。あ、ちょっと初めて知ったっすね。臨氷当社、怪人列罪。これって、あれですよね。やっぱ、忍法を使う前に、やるんですよね。多分。煙玉の時じゃないですか。ドン。いつやっていいか全然わかんないです、これ。まあ、なんか、まあ、決めポーズみたくなってますけども、まあ、やるぞはいっていう。なんですかね。お決まり、お決まりのようなもんですね。ああ、なるほど。あ、じゃあ、カメラ向けられたら、そうそうそう。なるほど。意外と閉まるというか。閉まるでしょ。お城をバックにじゃあみんなでもう一回やってみよう。ほら、ほら、ほら。お城をバックに閉まるね。閉まるわ。いつも以上に閉まってるでしょ。今日みんなようや、よう、あれ、城よく攻めようとしたね。お疲れ。お疲れ。森が軽いな。なんかお疲れです。お疲れです。お疲れです。今夜は宴会じゃん。ヤーマンみたいな。麦酒あ、閉まるってことね。閉まるっていう意味なんですね、これ。彼女の親に挨拶で、これ、俺、こんなん来たら怒るわよ。何の効果が。これは戦勝のご利益があるとまあ言われてる。戦いに勝つための、まあ、あ、なるほどね。おまじない的な。はい。そうです。まあいろいろ。宴会でドローンします。宴会でドローンします。そうです。すいません、お席結んでね、陰結んでね、ちゃんとね。はい。この時にもう左が上じゃないとね、おかしいってことね。お前、それドローンじゃ一本。そうですね。ドローンちゃうやろ、みたいなね。じゃあ、定時で帰る術っていうのを伝授して。あ、あるんですか。今風です。さすがですね。あ、今風です。やっぱ現代忍術に今、もう。簡単ですよ。それ分かりますよ。ですね、定時に帰る術っていうのがあるんですけども。まあ皆さん、違います、違います。皆さん、大体5時半とかさ、8時の人は5時とかですよね。9時の人は6時。基本的には8時間労働というかね、いう方が多いと思うんですけども、これ、定時、自分の戦いじゃない、仕事を終わった、例えば9時から6時の人が、ね、仕事の人は何時にじゃあ帰ればいいのかということなんですけども、やっぱりなかなか。定時で帰りたいね。定時で帰りたいけども、先輩はまだ仕事してるとか、帰りづらいみたいな雰囲気あるじゃないですか。そこをですね、定時で帰る術。6時、もう5分過ぎちゃうと、もう10分まで、もうその方ずるずるいっちゃうんで、帰ると決めたらもう6時、もう2分ぐらいでスパッと帰っちゃいます。ぴったり時間で。その時どうするんですか？その時に、お先に失礼しまーすトロンって帰ればもう大丈夫です。想像通りでしたね。さっき言ってたやつ座ってくるんだろうなと思ってました。さっき言ってたやつじゃないですか。今言い直したっすね。言い直したっすね。忍者でも定時はあるんですか。なるほど。そうです。ああ、でも、なんか、でも、結構じゃあ便利な、あれなんですね、インコの。そうですね。まあ、便利というか、まあそうですね。便利に。一応なんか、多様化して。コンビニの店員が可愛かった時って書いてますけど。あ、どうします？コンビニが店員可愛かった時は。ニンニンって念を送っとんのかよ。そろそろ終わりましょうか。あ、そろそろ終わりの時間ですからね。そろそろ終わりましょうか。一応ね、エンディングテーマとして、僕はカラオケを歌う仕組みになっておりました。ああ、そうですよね。覚えてますよ。覚えてます。去年の。はいはい。覚えてます。歌ってましたね。一回だからちょっと、そろそろ、もうそれ歌って終わりにしようかなという感じで、ドローンさせてた方が、こっちか。ドローンさせてた方が。これ最後、カラオケ曲何でもできるんですか？ちなみに。あ、もう、初めからセッティングしていかなきゃダメです。なるほど、なるほど。今言ってももうダメです。なるほど、なるほど。行きましょう。タイムカードを定時に押す。そう、確かに。ね。残業はつけませんと。じゃあ、斉藤さんいいですかね？そろそろ。そろそろ行きますかね、これ。これでお願いします。今日はですね、いつもわからないって言われてるんで、曲が。歌ってる曲が古すぎて。わかんないです。今日はちょっとわかるやつ。とうとう。はい。徳永英明で。あ、知ってます。僕のそばにって曲です。ん？聞いたら分かるです。今日はもうとうとう知ってる曲に行こうかと思って。徳永英明。お疲れ様です。お疲れ様です。今慰める言葉より君の寂しげな顔が遠くに映る夕日の中でこの胸を閉ざしてしまう。今この他のやつならば優しい言葉で君を髪をなでてる微笑んでいる僕にはできないからもしも寂しいなら僕のそばにおいで君を抱き寄せるくらいしかできないけど今の気持ち僕の心アカペラで歌える裸にされた言葉の意味は僕の頭までしかない。今頃他のやつならば流行りの言葉で君を涙を拭いて口づけをしてかけないから血も形なら僕のそばにおいで君を抱き寄せるくらいしかできないけどありがとうございました。グーっていうっていうのはこれどういうやつですか？わかんないです。意味がわかんなかったんですよ。ブーってなんか意味がわかんなかったんですよ。あの人。あるあるなんですかこれ？だから関西あるあるじゃないですかだから。岡山なかったです。東京もなかったです。ありがとうございます。ポカンとしちゃう。ポカンとしちゃう。なんだろう。そんなわけで姫とパパをお呼びして乾杯してお別れしましょう。姫パパお願いします。さすがに知ってたでしょ今の歌だったら。いや、全く知らないです。マジっすか？全く聞いたことないです。今の歌ですよ。かすったこともないですよ、耳に。今の曲は知ってますよねだって。あれ知らない。いや、絶対知らないじゃん。嘘。姫知ってました？知らないですよね。彼の場合やっぱ壊れかけのレディオとか。ですよね。そう。レイニーブルーとかじゃないですか？やっぱもう姫がもう来たらもうちいちゃんが歓喜ド定番にすればよかったですね。ちょっとずらすというかずらすというかね。ポピュラーの路線をちょっと跳ねてくる感じがあるんですよね。最後乾杯しなくて大丈夫ですか？あの人なんでじゃあ抜けたんだろうね。本当ですね。急にカラオケ歌ってる時どんな顔していいか分かんなかったんだろうね多分ね。ずっと陰結んでてほしかったですけどね。急に素顔をさらすんですね。大切です。あ、どうぞ。もうそれはいいです。ここでいいですよ。はい。それではね、乾杯してお別れしましょう。パパ今日なんですか？今日はまさかの普通のまさかの普通の皆さんと同じような感じで、とうとうネタ好きですね。そうですね。いや忙しかったですよ、スロットでね。それもあるっすね。でも2ヶ月前からネタ尽きてました。オリジナルカクテルばっかり出せましたもんね。タピオカとか頑張って飲んでたんですけど。それではなかなかお付き合いいただきましてありがとうございました。乾杯でお別れしましょう。それでは皆さん乾杯。お疲れ様。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、ありがとうございます。ニン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 。じゃあ最後このポーズでお別れ。左が上だっけ？左が上だね。左が上です。それでは皆様、Qさん好きかおやすみなさい。ニンニン。あ、大悟だ。